田中翔さん、この方が今月8日の日に、名古屋の中村区、名古屋市中村区の公園で事件を起こしてるんですね。警察官の指を折るという事件を起こして逮捕されてます。で、知りたいのは NHK さんが委託している会社の、いわゆる N リンクスっていう会社の社員だという情報が来てるんですが、今 NHK の名古屋営業センターの駅前営業センターに電話したら、ここでは分かりませんとか言ってガチャンと電話切られたんですよ。見るに見かねた同僚の方が内部告発をしてくれてるんですよ。政党コートの代表ですから NHK さんこうやって、窓口によってはこうやってちゃんと聞いてくれるんですね。こういったことがバレると危険であると、匿名の内部告発でありますので、ただ僕がこれを公にしたことで、N リンクスの社員の方だと思うんですが、これは不利益を受けてですね、もう身分を明かさざるを得ないとなった時には、私の方に、ご連絡いただければ、 N リンクスの社長さんと取り持とうとしてくれた方、皆さんもっていう人です。おそらく全員の方が知っているような人物が紹介をしてくれたんですけども、でこれがいわゆるこの国の隠蔽体質っていうものなんです。何でも隠すんですよ、都合の悪いことは。ちょっと念のために NHK の国会対応の人にも電話をしています。はい、NHK 経営企画局でございます。NHK から国民を守る党の立花と申しますが、お世話になります。お世話です。専任部長の堀越様いらっしゃいますでしょうか。少々お待ちください。はい、NHK から国民を守る党立花でございます。はい、お世話になります。今堀越がせき焼きでして、仮に小川が、はい、ちょっともう要件端的に申し上げると、はい、田中翔さん、普通の田中に翔は、なんでしょう、ちょっと難しい翔ですね。右側が羽二つの左側がよく田中翔さんという、秘書の翔です、そうですね、はい、秘書の翔です、はい、はい、田中翔さんでちょっとネットで検索してもらえばすぐ出てくるんですが、はい、この方が今月8日の日に、はい、名古屋の中村区、名古屋市中村区の公園で、はい、事件を起こしてるんですね。警察官の指を折るという事件を起こして逮捕されてます、はい、で知りたいのは、はい、この田中翔さんっていうのはNHK さんが委託している会社の、いわゆる N リンクスという会社の社員だという情報が来てるんですが、今 NHK の名古屋営業センターの駅前営業センターに電話をしたら、ここでは分かりませんとか言ってガチャンと電話切られたんですよ。いわゆる田中翔さんが所属してるかどうかについてイエスかノーかでいいと思うんですが、それ答えられないって電話でガチャン切られたんですよ。でちょっとその国会対策のそちらとしてそういうことでいいのかどうかですよね。ちょっと要はニュースにもなっていることで、これが NHK とは全く関係のない会社員で報道されていてですね、見るに見かねた同僚の方が内部告発をしてくれてるんですよ。ちょっとお調べして回答いただけますかね。この田中翔という被疑者容疑者がNHK と無関係なのか、関係している会社の社員なのかぐらい回答いただけないですかね。少々お時間いただけますでしょうか。あ、それは折り返しは立花さんの、はい、これ、どちらにこれ。あ、携帯の方でも全然構わないですよ。はい、080-2508、はい、9347です。9347です。はい、はい、はい、承知しました。小川が受けました。はい、お願いしておきます。はい、失礼いたします。このようにですね、今僕は国会議員ではないですが、政党コートの代表ですから、 NHK さんこうやって、窓口によってはこうやってちゃんと聞いてくれるんですね。言ってる通りですね、匿名の、僕も全く、実はわからない人からの通報でありました。で実は、どこまで僕も言えるのかっていうのはあるんですが、通報者の身元は本当全く分かってません。メールアドレスだけです。こういったことがバレると危険であると
いうことで匿名の内部告発でありますので、ただ僕がこれを公にしたことでその匿名で内部告発いただいた、おそらくまあ N リンクスの社員の方だと思うんですが、不利益を受けた場合にはこれは不利益を受けてですね、もう身分を明かさざるを得ないとなった時には私の方にご連絡いただければ、その対応ですね、そういう不当な内部告発をしたことによって不当なことをされることは法律で禁止されていますので、今うちのね浜田議員も一生懸命そこを法律の方ですね、もっと有益なものにするように国会で頑張ってくれてますけども、でまあ N リンクスの社長さんにも間接的に実はこの件で話をしたいということを昨日の夕方には、今3時前なんですけどもオファーはしています。ちょっとある方の紹介でっていうことの、そのある方っていうのは今あえてそのある方が非常に僕にとって重要な方なのであえて伏せます。まあその重要な方、N リンクスの社長さんと僕を取り持とうとしてくれた方については本人の許可が取れれば公開しますが、いずれにしてもまあ私にとっても有能な人物だし、皆さんもっていう人です。おそらく全員の方が知っているような人物が紹介をしてくれたんですけども、まあ、会うかどうかについても、まあ、まだ決めていなかったんですが、まあ、いずれにしてもその返事がないと、この件について話をしたいと、丸1日ぐらい経っていると。で、やっぱり信憑性のある通報だなということで、ある新聞社にですね、これ、中村警察の方に問い合わせてくれないかということを確認したところですね、立花さんこれ東海テレビはニュース出してますよということで、今ニュースを見たら、会社員田中翔26歳という表現でとどまってると。で、じゃあこの事件自体は、タレコミ自体は間違いなく本物であると。となってくると、この田中翔という容疑者、被疑者が、いわゆる NHK の委託会社である N リンクスの社員であるかどうか、まあその、集金業務請け負ってるかどうかを確認するということが大事になってきたので、NHK 名古屋中央駅前営業センターですね、この中村区の担当、名古屋市中村区の担当っていうのは名古屋 NHK 名古屋営業センター、駅前営業センターかな、だからそこで身分証明書発行してるんです。身分証明書って、集金の身分証明書っていうのは N リンクスが発行するんじゃなくて、 N リンクスの申請に基づいて NHK 名古屋駅前営業センター庁名で発行するんですね。だから、名古屋駅前営業センターに電話するというのはものすごい合理的なことで、そこが把握してないというか、田中翔という人物が所属してるかどうかすら言えないということですよ。おかしくないですか。でこれがいわゆるこの国の隠蔽体質っていうものなんです。何でも隠すんですよ、都合の悪いことは。でね、それは一般の会社ならそれは隠したい気持ち分かります。競争の中でね、やっていく中で会社のイメージが、ブランドイメージが崩れる、信頼が落ちる、分かります。でも NHK って競争にさらされてないところで、そのいくら委託会社の社員であったとしても、これは今私が NHK と争ってるとか委託会社と争ってるのは、委託会社がやってることって弁護士法違反じゃないんですか、弁護士法の72条の非弁護士法違反じゃないんですか、 NHK の身分証明書を持って NHK から逮捕された、あのいわゆるナビタンという情報、個人情報が入ったものを持ってですね、で受信料払ってください、過去の分はいりません、設置日は今月からでいいです、利息は取りませんみたいな交渉業務をすることがもうそもそも弁護士法違反じゃないか。でその弁護士法違反のようなことを指す、まあ違反というかの疑いが極めて高い、これは国会でも質問しても個別の案件には答えられないということで、国の法務省は NHK の集金に関しては合法か違法かすら、行政機関はイエスかノーかすら言ってないんです。これは裁判所に委ねるべきだということです、簡単に言うとね。で今その裁判をしているんですけども、まあそういうそもそも違法行為をしているような人たちがですね、まあいわゆる誰でも簡単にNHK の集金人になれて、その集金人がほらほら集金人じゃん、これは NHK じゃんっつって、そのおばあちゃん、80代のおばあちゃんから最低でも4人被害者がいてですね、250万円奪い取られたっていう、騙し取られたっていう事件が去年の9月に発生をして、これが2月にその犯人が実刑判決を受けたり、まあ、3年の懲役処分、まあ
執行猶予がついたっていうようなこともあって、でそれを僕が NHK の会長が知らないだろうから NHK に行って、まあ、選挙カーで、ね、会長直接会いましょうよ、あなたたちの個人情報とかむちゃくちゃしてますよ、会長の部下たちはあなたに内緒でわけのわからんこといっぱいしてますよっていうことを言いに行ったら、あ、 OKOK、OK OK、大丈夫、もう今電話して折り返し待ってる、言いに行ったら、あ、それが業務妨害、威力業務妨害だということで、ね、僕は被告人となってるんですね。で、僕が本当に危惧してた通り、 NHK ってこうやって都合の悪いことを隠すんですよ。報道機関でありながら、公共機関でありながらね、自分たちは他の会社が悪いことした時にニュースを出して、こんな会社こんな悪いことしてます、この人こんな悪いことしてます、だって僕のそういう、あ、ごめんなさい、僕の業務、威力業務妨害だって NHK は報道してますよ。警察から情報もらって、僕のガサ入れの時にポスト、郵便ポストのところにね、2人隠れとったんですよ。で、警察が NHK にもう国会の参議院の前でも待ち伏せしてたんですけども、ね、NHK さんは被害者として情報を出してるわけで、これをね、マスコミとして報道するのはやめてくださいって言って、刑事さんが言って追い返したっていう経緯があるんですけど、まあ、いずれにしても自分にとって都合の悪いことを報道しない、また隠蔽するということが、ここでも浮き彫りになりました。以上です。政党代表、元国会議員 YouTuber で、元国会議員 YouTuber が、NHK をぶっ壊すからの、いってらっしゃい。タチプロ政治家 YouTuber、 N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をでっかー